オルディーニによる肖像をモンティスキュー・フェザン・サック・マリー・ジョゼフ・ロベール・アナトールは、フランスのユイビ主義者、象徴派詩人、美術収集家、そしてダンディズムの体現者である。ジョリス・カルル・ユイスマンスの作品、坂島における、主人公でゼッサントや、マルセル・プルースとの、失われた時を求めてにおける、シャルウルス・ダン・シャクラのモデル、創作的刺激の元となった人物であり、 特に校舎において有名である。ホイスラーの手によるロベールの肖像が黒と金の配合1891、92ロベールド・モンテスキュはフランスの名高い絵柄であるモンテスキュー家の御像誌としてパリで生まれた。当園にはデュマの三重誌のモデルとなったダルタニャンがいる。ロベールは19世紀末、ベルエポックのフランスにおける社交界の様々な著名人。 名士たちとの付き合いがあり、そうした人物の中には例えば、アルフォンス・ドーデ、エドモンド、ゴンクール、エレオノーラ・ラドゥーゼ、サラベル・ナール、ガブリエレ・ダンヌンチオ、アンなど、ナイユ、ジャン・コクトモーリス・バレス、ルイーザ・カザーティ、マルトビベスコラの人物がいる。ロベールはまた、ガラス工芸家のエミール・ガレに大きな影響を与えたとされる。ガレには、ロベールとの共同制作や、 ロベールからの対策の依頼があり、ガレからはロベールを持ち上げる手紙が何百通も送られている。ロベールの肖像画である黒と金の配合は、ロベールの親しい友人ホイッスラーによって制作された。ロベールの卑怯な言動の多くはホイッスラーを模したものである。また、フランスの画家アントニオ・デラ・ガンダラによっても、ロベールの肖像画が数点制作されている。 ガブリエル・フォーレのパバーヌの合唱パートの詩は、ロベールの手によるものである。イギリスの作家ウィリアム・サンソムは、ロベールの人物像を、以下のように記している。高い背、黒い髪、赤い頬、カイゼルヒゲの彼は、おかしな様子で喋ったり叫んだり、高いソプラノでクスクス笑いしたり、小さな黒い歯を手袋で覆われた優美な手の向こうに、隠したりと。 完璧な気取り屋だった。モンテスキューの同性愛的傾向は非常に明白だったが、実際には純潔な生活を送っていたのかもしれない。女性との色恋さたはなかったが、1876年に大女優のサラベルナールと一よを共にし、それからの24時間、王とし続けたとも言われている。ロベールには上流階級の女性の友人もいたが、明るく、 魅力的な若い男性との交友を遥かに好んだ。1885年には、ロベールは美男子でアルゼンチンとクマン州から移民してきたガブリエル一里との長く親しい関係が始まる。ガブリエルは、ロベールの秘書、相棒、そして恋人であった。ガブリエルが糖尿病で亡くなった後には、アンリピナールが1908年に秘書の座を継ぎ、 ロベール他界後にピナールは大幅に減った、ロベールの遺産を相続した。ギガ化されたロベール。セムの手による、ロベールの死は解釈不能とされ、当時の批評家の評価は芳しくなかった。ロベールと彼のペルシャ猫、ありがとうございます。